マーモンヘリントン CTLS-4T1945 年スラバイアにてマーモンヘリントン CTL はアメリカのマーモンヘリントン社が開発した豆戦車及び軽戦車のシリーズである CTLS は第二次世界大戦中の1940年に王立オランダ領東インド陸軍植民地軍であるナイオールはオランダ本国軍から分離した 独自の装備体系をしており、太平洋での戦争が避けられなくなった時、ナイオールは4つの機械化旅団を6つに再編成し、各旅団に合計90両の戦車を持つ2つの戦車大隊を編成することを決定し、トラック、トラクター、戦車など大量の車両を新たに必要とした。しかし、第二次世界大戦のために、本国オランダを含むヨーロッパ各国からの 兵器供給が望めなくなり、供給能力に余裕のあるアメリカの商用トラックの製造会社であるマーモン、エ・リントンに CTLS-4TAC と CTLS-4TK234 両、CTMS-1TB194 両、MTLS-1G14200 両、合計628両の輸出用戦車を注文した。からの発注を受け、 440両ほど生産され、1942年3月に少数がオランダ領東、インドに到着し配備されたが、日本軍に露覚されて、日本軍によって現地で運用された。また、輸送中にナイオールが日本軍に降伏したために配備が間に合わなかった。残りの生産分はオーストラリアに訓練用戦車として配備された。また、 中国へのレンドリース向けに生産された車両を中国が受領を拒否したためにアメリカ陸軍が引き取って運用し北方アメリカ領であるアリューシャン列島やアラスカに配備した。より強力な戦車が米陸軍に配備されるようになるとその貧弱な武装と装甲からアメリカ兵からは馬鹿にされたがオランダ陸軍からはハーキリーズエンジンから来る高い信頼性があり。 評価は高かった。CTLS は、乗員が2名での2人のり戦車と呼ばれた左右並列に並んで配置され、車体上面に左右どちらかに偏って 7.62mm 機関銃 M1919A4 を一丁装備した1人用の小型砲塔が搭載されていた。砲塔は旋回式だが、隣に操縦主のフードがあるため全周旋回は、 できない。操縦手側の車体前面には 7.62mm 機関銃 M1919A4 が2丁装備されている。CTLS には2種類のバージョンがあり、一つは操縦手が右側配置の CTLS-4TAC、もう一つは操縦手が左側配置の CTLS-4T である。アメリカ陸軍では、砲塔の位置の違いにより、それぞれに t 十四と T16 という形式名称を与えて識別していた。この違いはフェアで運用することを前提としたものである。足回りの構造は M 2軽戦車のものを流用している。ありがとうございます。